はい、えー、どうも皆さん、こんにちは。えー、君です、えー。これまでですね、ちょっと試験的に話題を分けずに、バーっとコメントを読んでいたんですけど、今日からまたちょっと、えっと、コメントを分けていこうかなと思います。まあ、そうすることによって、やはりこう見たいものだけを見ることができるかなと思うんですよ。混ぜてしまうと、例えば議論があったときのコメントも見なければいけない状況になっちゃいますよね。うん。 でそういうなっちゃうと、不愉快とかってなっちゃう、思う人もいるかと思うので、でこ,れこれからもそういったことが起きる可能性があるので、えー、コメントを分けていこうかなと思っています。はいまあ、あの具体的にどういうふうに分けていくかっていうのは、ちょっと臨機応変にやっていくんですけど、あのそっちの方がやっぱりこうやりやすいというかね、見やすいと思うので、えー、もう一回、えー、そういったスタイルに戻していこうかなと思っていますね。ただまあ もしよくなかったら、また試験的に、あの、またね、えー、前のようなスタイルになるかもしれませんけど、まあ、それはその、まあ、あの、本当緊急速報の時以外は、まあ、えー、そんな感じで、臨機応変にやっていこうかなと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。はい。えー、ではね、じえー、やっていこうかなと思うんですが、えー、木更木24さん、ありがとうございます。えっと、こちらのコメント、あの、僕のその、えっと、なんだっけな、 魚のねやつなんですけど、えー、株君船を買うって言うからびっくりしました。あのー、まあ、船というかボートというかね。うんえー、日本では航路オロが少しずつ増え始めています。えっと ba5 とかいう株がちょっと怖いということみたいですね。肺に入ってひどくなるようなことも聞いたので、一部ですが、催し物が中止とか。アイスショーもまだこれからもあるし。 え大事な試合に影響がないことを願いますということですね。うんなるほどシンコロがちょっとあのー、まあ違った株で、まあ、結構なんか辛いということでですね、うん、実はあのベルギーでも、まあ、まあ新しい株かどうか分かんないですけど最近のシンコロ結構苦しんでる人多くて、うん、症状も結構ひどいのであのー、これから まどのようになどど,どうなっていくのか、ちょっと怖いですね。うん。えー、空風さんおはようございますえー、今は降っていませんが、ほぼ終日雨となりそうです。予想最高気温は2 4度ということですね。結構低めですね。うん、もしかして梅雨前線がまた南下してきた感じでしょうかね。 えここはこの前、えー、無形文化遺産に指定されている、えー、オスタンテルクの、えー、エビの馬引き漁を行っていたあの場所ですあ、そうですよ。うん。あの場所にもう一回行きましたね。エビの馬引き漁と無形文化遺産の詳細については、6月29日に私が調べてコメントしているので、えー、まだご存知ではなかった方は、えー、ぜひその前後の動画と合わせて、えー、ご参照ください。 えー、ベルギーも暑くなってきたように見えましたが、この日は暑かったです、あこの日はね、オスダンゲルクはね、今日,本日本はね、24、5度ですね。うん。でもね、これでも暑いんですよ。ベルギーって本来、めったに30度を超えるっていうことはないんですけど、まあ、最近は友達いわく30度を超える時も多くなってきて、まあ、昨年はあの記録的な冷夏だったんですけど、今季は比較的暑いですね。うん なのでだんだんん温暖化とかの影響で、多分海流がですね海の温度がどんどん上がってきてるっていうのがあるんですよ。であのそうすると、あの特にメキシコ湾の、えー、水がですねまあ、ヨーロッパの方にこう流れてきてですねでその水が熱いことによってあのベルギーは北海道よりも北緯が、えー、っと高いんですけどそれでもあのあんま寒くならないのはメキシコ湾流の影響なんですね。うん なので、あのー、この湾流の水が熱くなってきてるらしいです、最近ね。だから、どん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 、あのー、北の方も熱くなってきてて、えー、なんか普段は涼しいはずの、まあ、北欧なんかでも結構気温が上がったりとかしてるみたいですね。うん、ただ今、今季は特にスペインが異常な暑さになってるみたいなんで、ちょっと危ない気がしますね。アフリカの方では逆に気温が下がってて、えー、逆にその暑さを、 外に向けてて放出しちゃってるんですよね、うん、なので、普段暑いところがちょっと涼しくなってるみたいな感じが見受けられるかなっていったところでしょうかね、うん。そして日本は7月上旬は毎日晴れて異常な暑さでしたが、最近はこの,この時期らしくない天気になっていますということですね。なるほど。ってことは、ちょっと梅雨に逆戻りという感じでしょうかね。うん かそもそも梅雨明け本当にしていたのかどうかちょっと怪しいかなと思うんですけどもね。え熊デ子さんありがとうございます。わあ、すごい。かぶくんおめでとうございます。え宝物ほどですね。いや、そうなんですよ、本当に、うん。ヘンドリックス兄弟の話をするかぶくんたらニッコニコで本当に嬉しそうえ。幸せな笑顔に私もハッピー気分です。いや、すみません、ちょっとね、あのー、嬉しかったですね。うん、なんかもう ジンジンしちゃいましたよなんか嬉しかったんですけどなんかあの今後ももしかしたらいろいろリンクにあのよくおられるということなんでもしかしたら結構なんか一緒に滑ったりとかあのなんかそういうことは結構増えてくる可能性があるんですよね。 うん、でお兄さんの方は現役を引退されてて、先生をされてますので、時々、メキルンの,、ね、あのリンクにも滑ってるんですよ。で、生徒たちを教えたりするので、もしかしたら、またクラブ入ったら、あの時々教えに来る可能性があるんですよね。なので、今後、もっともっと触れ合いの場が広がっていく可能性があります。で、ルナ・ヘンドリックス選手については、彼女はです、ね、今後、まあ多分ジャパンオープンを出てくるかなと思うので、 えっと、あとは、まあ、チャレンジャーシリーズとかですね。うん。に向けて、あかなり今忙しいかなと思いますね。次の試合に向けて。うん。はい。まあ、なんか現役を続行してくれてるとは思うんですけど、そこの辺の話はしなかったんですけどもね。うん。まあ、たぶん現役は続行してくれるのんじゃないかなっていう雰囲気はね、感じてますね。うん。えー、マイク・マティラさん、ありがとうございます。ブ、えー、君、おはようございます。 え元気そうで何よりです。やはり薬やめてよかったですね。うん。なんか部屋の雰囲気が違うような模様替えしましたかということなんですけど、多分ね、あのー、なんだ、ベッドをね、どかしたからだと思います、うん。で、この模様が変わってんの、これね、ちょっとあの今、今、湿気がね、 で壁紙を外してますだからちょっと汚くなってるんですよね。この右側のなんか壁ちょっと汚いですよね。うん。で、ちょっと今これを9月までこんな感じで、えー、ちょっと、あのー、掃除をしてる最中ですね。うん。で、えー、目指せ全日本ですよ。まあ、各全日本陸上フィギュアスケート選手権を目指していきたいなと思うんですけど、えヘンドリックス効果でモチベーション倍増ですね。 布施明らが聞こえますね。あそうですね。布施明らの積み木の部屋なんですけど、話は変わりますが、以前トラブルに乗ってえ先へ行ったとき、停留所にえ乗車券の自販機はあるんですかあえっとね、ありますよ。あのね、停留所に確かあったと思います。うん。あのー、ありますね。ないところもあるんですけど、ほとんどの駅ではあると思いますね。確か。うん、あ、でも、主な駅にしかないかな。うん。 ちゃんと今度見ていきますね。え、欧州では一般的に、えー、乗車前に切符を買って、えー、乗車したら、えー、車内の打刻機でチーンってやるのが一般的だと思うんですが、あ、それやりますね。うん。あの、トラムの場合は、なんかね、あるんですよ。なんかその、なんて言うんだろう、ピッてやるところが。うん。ただ、それで、ね、やってない人言うんですよね、たまに。やってないで、やってないと、たまにね、あの、コントロールが、いきなりトラムが止まって、 まあ警察官的な人が、ね、乗ってくるんですよね。で、抜き打ち、抜き打ちチェックをするんですよ。うん。だから、まあ、あの、で、その抜き打ちチェックっていうのって、ほとんどされないんですよね。うん。なので、あの、無賃乗車、普通に多分やってる人いると思います。で、抜き打ち調査は、バスとかでもある、ありますね。うん。あのー、まあ、なので、ピッてやってないで、無賃乗車をしてる人は、まあ、もしね、コントロールが入ってきた場合にね、抜き打ちで。 たた場合相当な罰金を払わされると思いますただ日本みたいに、その、なんだっけな、あと、運転士さんがチェックするじゃないですか。そういったことはないと思いますね。うん、ほぼないので、まあ、無賃乗車し放題っていう感じの体制になってますね。うん。まあ、電車でもよく捕まってる人いますよ。え、ゆうのややさん、どうもありがとうございます。かぶさん、楽しそうですね。えー、 えっと、細かい変なのは何ですかあ、細いか。細い変なのは何ですかミミズみたいですね。いろんな魚がいるんですか面白そうですね。ということなんですけど、このね、細いのねあの、レモンみかんさんがさっきちょっとコメント見たんですけど、うなぎではないかということみたいです。どうやら。う,ん、うなぎ。で、あのー、うなぎがだとしたら、ここにうなぎっているんだってちょっと思っちゃったんで、うなぎいるんですかね、ベルリンには。 いたらちょっとかなり朗報かなと思うんですよ。でも治魚は多分産卵場所が近かったりするので大人になっちゃうと違うとこに行っちゃうのかな。でもいろんな魚いると思うんですよ。今後も網を使ってちょっといろいろ取りに行きたいですね。うん。タッピーも仕事してましたね。そうなんですよ。うん。タッピー何でについてきましたよね。魚くんがいれば何の魚かきっとわかりますねえ。日本も18日は海の日ですということなんですけどもね。うん。 これから海シーズンということになってくると思うんですよ。ただどうですかね天気がなんか微妙っていう感じみたいなんですけどね。うん。逆に、梅雨に逆戻りっていう感じなのかな。えー、マリリンさんありがとうございます。えー、タイの治療。うん。なんかね、他にも魚、小魚いましたよね。あれはタイの治療でしょうかね 多分タイの稚魚ですね。今度取ってきた魚を飼育する会っていうのをやってみたら面白いかもしれませんね。どんな感じに成長するのか。うん、あの海の生き物って僕飼育したことないんですよ。まあ、あるんですけどあの、まあ、海のカニとかね。でもねすぐ死んじゃってあの飼育下手くそなんでやらなくなっちゃったんですよね。でも今度やってみようかな。面白そうなんで。で、ね、水槽を入れて。 うん、水槽に、えっと、エビさんとか持ってきたやつをなんか入れて、うん。あのー、ね、飼育してみたら面白そうですよね。やってみようかな。うん。タイの生態系は不明なところが多く、産卵の場所は南シナ海あたりということです。ああなるほど。ってことはタイじゃないのかなうん。わかんないですけど、あったかいところがいいのかな。静岡は浜松の、あ、すいません、うなぎかな間違えました。うなぎですね。 えうなぎです。えっと、タイじゃないですね。うなぎだ。うなぎですね。静岡は浜松のうなぎが有名です。今、浜松で僕、ちょっと、これ何の漢字かわかりましたね。うなぎですね、これね。うん。うなぎが有名です。え、養殖ですが、この稚魚からの養殖ですね。え、従って、毎年この稚魚が、えー、どれだけ取れるのかで、え値段も決まります。えー、浜松が有名ですが、この稚魚を養殖すれば、えうなぎを、えー、産出できるので、 やいず、三島なども美味しいです。ああ、そうなんですね。なるほど。娘のパートナーが7月誕生日でうなぎを送りました。久しい人へのプレゼントは聞いてから送ります。ということですね。聞くと、この時期は例外なくうなぎがいいということですね。うなぎって高級品なんですけど、美味しいですよね。うん、僕はうなぎはもう、これ、あれこれ、かれこれ、もう5年以上は食べてないですね。うん あ私のお財布は大変だということで、うん。まあちょっと高いんでね、うなぎは。浜松のうなぎとか高いですよ、多分ね。まあ、食べたことあるんですけど、多分定食で2000円くらいだった気はするんですけどもね。ただ味はかなり美味しかった気がしますね。うん。タレとかもなんか美味しかった気がしますね。うん。さすが本場だなと思いましたね。 えー、マイク・バーティラさんです。えー、カくん、こんにちは。基、え、礎、ー、予報士さん、前線が日本列島に停滞して、まるで梅雨ですよということですね。前線が停滞しちゃってるっていうことは、もう完全に梅雨ですね、これは。うん。あのー、ちょっと怖いなと思います。なぜかっていうと、えっと、なんて言うんだろう。まあ、偏西風の蛇行によってですね、梅雨明けしたようになったんですが、あれは偽,偽物ということなんで、 だとすると、偏西風の蛇行で雨が降ってるっていうことは長いあの、同じところで長い雨が降る可能性があるんですよ、うん。なので、雨ということは長雨の可能性がありますね、逆に言うと。ちょっと怖い気がしますよ、今回は。だから、偏西風の蛇行で天気が回復するっていうと、まあ、どういうことかっていうと、まあ、一般風、偏、ま、西、あ、風はこういう風に蛇行してるとですね、まあ、これまでは、まあ、日本が例えばじゃあ、 ちょっと離しちゃうと、こういう風になっ,って、なんだ、こうなってるじゃないですか、日本がね。で、まあ、偏西風の蛇行がこういう風にオレンジになってるから、まあ、前線がね、わーっとこの偏西風に乗って北上できるんですよ。このオレンジの線に乗って、こうやってわーって。だから、梅雨明けするんですけど、この偏西風のこのあえと蛇行っていうのって、この蛇行自体も移動するんですよ。この蛇行ね。うん。つまり、 ま、これがですね、あの、ちょっとこう、こういう風になってるわけですよ。こうやって。うん。だから、わかりますかね。ま、だから、つまり、えっと、ま、こう、ま、もう一回ちょっと、で、書きますけど、日本、こう、簡易的にこう、書きますけど、ま、偏西風の蛇行によ、偏西風のね、ま、蛇行が、ま、おそらくですよ。簡単に言うけど、ま、あの、こういう感じになってたわけですね。うん。だから、この偏成風に乗って、ま、こうやって、 前線は押し上げられていくわけですよ、うん、そうすると高気圧に覆われやすいということなんですね。でも、この蛇行ですね。この蛇行自体も移動するんですよ。うん、つまり、どういうことかというと、えー、これが、まあ、例えばだけど、えー、ちょっと待ってくださいね。面白いので、これ、うん。えっとね、なんだ。えっと、こうだから、こういう、こういう感じだったのか。こういう感じに ちょっと蛇行移動するんですよね。この、これが、このオレンジのやつが、こっちに移動するんですね。で、そうすると、これ、北風になってきます。北風とは北のよう、偏、え、西、ー、風になります。で、そうすると、こう寒気が入ってくるんですよね。これ、寒気が。うん。だから、多分最近気象、気象予報士の天気で、あの、上空に寒気が入ってくるっていう発電とかよくなかったですか、最近、ここ最近。うん。 多分あったと思うんですよね。で、低気圧がいっぱいあったと思います。で、あれ、上空に寒気となっている低気圧なんですよね。で、多分平成風のこの、こういう蛇行っていうのが来たことによって、まあ、おそらく、まあ、寒気が入ってきた。で、そうすると、まあ、今回は梅雨というよりは、もう寒気と暖気の、えー、境目にできるような秋雨前線的な前線になっている可能性がありますね。 うん、で、空かりさんが仙台は24度っておっしゃってたんで、まあ、そうなってくると結構涼しいんで、オホーツク海高気圧も影響している可能性があるかなと、ちょっと勝手に思ってますね。なので、偏西風で、で、この蛇行っていうのが、まあ、大体周期的には結構長くなっちゃうんで、あの同じようなところに雨が降り続くみたいな、そういったことが起きるので、この偏西風の蛇行っていうのは怖いです。で、しかも台風の、あのー、 まあ、さっきに台風が通過してきましたけどね。まあ、幸いに今回は発達したものでなかったんで、大きな災害はなりませんでしたけど、まあ、台風が、まあ、すごい、あの、えー、すごい不思議なね、えー、ような、こういう感じで、えー、行きましたよね。で、これがまた戻ってきましたよね、こうやってね。うん。だから、これも偏西風が影響していると僕は感じていますので、まあ、今年はちょっと偏西風が蛇行しまくっているということなんで、 あのちょっと危ないのかなという感じ、不規則な夏になるかなといった印象ですね、もう暑い時はめっちゃ暑い、で涼しい時はめっちゃ涼しい、で雨降るときはめっちゃ雨降る、晴れるときはカンカンでいいみたいな、まあ、ちょっと極端すぎるような夏になるような、そういう印象がちょっとしてますね、まあ、これもラリ,ラリーニャ現象の影響なのか、ちょっとよく分かりませんけど、えー、気象庁、早まったかなというところですよね。うん そんな気はするんですけど、僕もね。エットライボンの車内に乗車券を打刻するチンの機会がありますね。で、このチンを忘れるとかなりあの叱られるんですよね。うん。なるほど。叱られるんですね。なるほど。これは、えっと、運転者に叱られるっていうことですかね。うん。ブリューステルとかはあそうなのかな。あの、一応ね、チンをしてもね、忘れてもね、特に叱られないんですけど、 あのただにね、コントロールが抜き打ちで、え電車とか、バスとかトラムを止めてえ、抜き打ちで入乗,り乗り込んでくるんですよ。急にね。あのバスとかトラムに急に乗り込んでくるんですよ。それでやってない人は、まああの、罰金を払わされますね。だから地位を忘れると叱られるっていうのは、これはブリュッセルのことでしょうかね。うん。他の人に叱られるっていう感じかな。 えー、日本では、えー、コロナの累計患者数が1000万人を超えたそうですということですね。なるほど。ってことは、何これ、人口の10%かな。ねえあれそうですね、人口の10%が感染,かか感染したっていう感じでしょうかね、うん。4回目の予防接種券が来たんですけど、どうするか試案中です。 えっと、娘は接種後1週間は体のだるさが抜けなかったそうですということですね。なるほど。うん。皆さんどうされますかね。うん。えー、マイク・バーティラーさんもイットです。えー、カブくんこんにちは。ヘンドリックスはカブくんチャンネルの、えっ、ー、と、暗雲を吹き飛ばしてくれる救いの女神ですね。そうなんですよ。うん。もう本当ね、優しい笑顔に包まれてね、もう幸せいっぱいのね、 いやいや幸せでしたね、うんえあのー、お兄さんも本当優しい笑顔でね、ソフトな感じでとても素敵な兄弟ですよ。うんえー、マイク・バーティラさん、えー、カブくん、こんにちは。またバグのようですということですね。ユンママ様と島村長さんの名前がなぜか僕の名前になっていますということなんですけども。えどういうことだこれは。なんかそうなってるっぽいんですけども。どうですかね。 ちょっとふあのなんかバグが発生してるということみたいですけども。えー、トトロンさんありがとうございます。えー、今日初めて動画を見たんだけど、普通のお部屋で綺麗に回ってて、なんか素敵でした。あ,ありがとうございます。これはえっと、僕の陸上フィギュアの最新の、えー、動画でしたけどもね。うん。まあ、こんな感じでぼちぼちね、またやっていこうと思いますのでね。ありがとうございます。 はいではね、このままですね、あのーまあののまコメンあの僕のその題名回収ということで、ちょっとね、あの、魚の後ですね、魚の後に、あの面白いことが起きたんですよ。あ、ちょっとお待ちくださいね。はい、え、あ、何でもないです。あのー、なので、えっと、この後ですね、ちょっとこのまま、あのー、なんだっけな、その動画をちょっと紹介したいと思いますね。あの続きですね。うん。あの人はね、何だったんだろうってっ思う変な人がいたんですよ。 海にね、うん、それをちょっとと紹介していいいきたいと思いますでその後はえっとフィギュアスケートの話をちょっとしてきて一部また議論が起きてるのでまあ、そこをちょっと分けてお話ししていこうかなと思いますねはいではどうぞはいというわけでねとても楽しかったです今日はとても満足してます僕ははい 後ろに何かいますね <laughs> あの人何してんのカーフーかなんか,かな <laughs> 面白いですねあみんな笑ってますね <laughs> 面白いつ <laughs> べ映え動画つ <laughs> べ映え動画ですね マジあれどこ行ったほかの子とか笑ってますよ面白いですねみんな笑ってて。 結構人いるんですよ今日も。横側に。人目を気にせずっていう感じかな。 天気ですね。昭和気温はだいたい二十五度くらいだと思います。はい、海ベルギーの海としては、えー、暑い方です、ね。これでもブルステルの方は三十度超えてると思いますね。寒風の人、えー、向こうに行きましたね。服着てすごいなあんな感じで。